最近あったかくなってきたから植物でも買いたいけど高いな。これが全部半額だったらな。いいだろう、その願い叶えてやろう。え？あ、はい、どうもこんにちは、高島です。シンプルな部屋が好きなんだけど、インテリアが殺風景、なんか物足りないとかですね、良い家具を揃えるような予算はないんだけど、ある程度ね、様になるようにしたい、もう少しおしゃれにしたいなっていう風にね、思われてる方もね、多いと思うんですけど、インテリアで大事なことって良いものを揃えることではなくて、空間のバランスを整えることっていうのがね、大事なポイントなんですよね。安い家具って量産品なので、素材はすごくフラットで淡白な印象になっていると思うんですよね。それで揃えるから殺風景だったりとか、物はあるのに物足りないような印象になってしまっているっていうところがね、バランスが崩れてしまっているっていうところなんですが、要するにですね、素材の質感不足でアンバランスな状態になっているっていうわけなんですよね。そのバランスを取るために有効なのが観葉植物なんですよね。人工物にはない質感をね、取り入れることができるんですが、わかるんだけど育てるのがちょっと手間だなとかですね、虫が発生したらどうしようとかですね、部屋が暗いので育てられないんだよねなんていう方におすすめなのが、ドライフラワーとかドライリーフなんですよね。こんな感じで本物の植物なので、質感があってね、比較するとドライの方が生きている植物より味が出るので、少なくともね、部屋の雰囲気が出しやすいっていうのがね、特徴なんですよね。先日デザインさせていただいた美容室のヤイエで飾ったのも、インテリアのね、バランスを取るためにドライを使用しました。結構いい感じですよね。ドライってどこで買えばいいのってね、なると思うんで、その時に購入したお店をね、ご紹介したいと思います。横浜のマリン&ウォークという施設内にある S ボタニカルさんになります。そちらを今回ご紹介したいと思います。場所はみなとみらい駅から徒歩10分ちょっとのところにあります。赤レンガ倉庫のすぐ隣にあるんですよね。外観からわかる通り、たくさんの植物が売っています。お店の規模は中型ぐらいになるとは思うんですが、商品点数はかなり多いです。その中でもドライは店内の半分ぐらいを占めていて、大型店でもこんなにね、ドライを販売しているお店ってないんじゃないかなと思います。これもね、すべてドライで、組み合わせや飾り方も様々あって、自宅で使う時の参考にもなると思います。ブーケっぽくまとまったスワッグっていうね、タイプのものとか何種類もありますし、自然なドライのくすんだカラー以外にもですね、鮮やかな色のものを組み合わせたものもあります。ドライフラワーとか漂白したものとか、あとはね、漂白してさらに着色するようなパターンもあって、バリエーションもかなりいっぱいありますね。大きめのパンパスグラスをまとめてボール状にしたようなタイプは、天井からハンギングしてね、飾ることができるようなものもあったりします。実際にヤイエ用ではこちらとミックスされたね、こちらを2つ購入することになりました。実際仕上がった状態はこんな感じでね、かなり存在感もあって、大きさもありますよね。だいたい3万円ぐらいから大きいとね、5万円ぐらいの価格で購入することができます。中に使われているドライは30本から40本ぐらい使用しているイメージですかね。結構安いと思います。 S ボタニカルではこのたくさんのドライの中から好きな色とかテイストやね、予算を店員さんにお伝えすれば、ドライボールやドライスワッグを作ってもらうこともできるみたいです。こういう感じもね、3色ぐらいでまとめるとめちゃくちゃ綺麗ですね。これ結構大きめですよね。結構長いですね。うん。1本でいくらとかなんですか？1本300円とか。あ、そんな鮮やかな色あるんですね。色を抜いて入れてるんですか？染めてます。あ、染めてるんですね。これ何ですか？これはクラスペディアっていう。クラスペディア。3本500円とかです。3本500円、安い。これで、あ、いいですね。3本ぐらいあると割とあれですね、ボリューム出ますね。これは1本でいくらですか？300円。じゃあこれ5本ぐらいいただき、おお、すごい。これ、あ、ちなみにいくらですか？2000円。これ3組のだ。2
結構このお花がつぼみというか、1000円で。そうなんですね。これをじゃあ3束いっちゃいます、はい、あとはパンパスみたいな、うん、ちょっと白系も入れたいなと思うんですけど、あ、白系、それじゃあ1本いくらでしたっけ。じゃあ5本いただいちゃおうかな。それなんか良さそうですね。バンクシアの葉っぱ。あ、じゃあバンクシア系。バンクシア、このシリーズ。へえ、いいな。これ白っぽくていいですね。裏が白いので。これ束でいくらとかですか。これね、1本500円なんですけど、はい、10ぐらい欲しいですね。10ぐらいですね、はい、あ、でも全部いきます。はい、結構いいなと思っちゃった。あ、それ状態良さそうですね、はい、このペンもちょっといいですね。これ2000円ぐらいでしたっけ。1000円。お、いいですね、安いですね。これ多分2000円とかそんぐらいしますよね。ここも本当安くて、この辺がなんか一番良さそうですかね。爆買いっすよ。これと、はい、家用、これと、じゃあこれで、じゃあこの4つにしといて、この辺は1つおいくらになる。1000円。あ、本当だ。こんな白いのもあるんですね。これキングプロト。え、また違うんですか。キング。キングプロテア。これだと高いんですか。キングプロテア1500円。あ、でもいいっすね。これ2000円。キングプロテア。はいはい。これなんですか。あ、オクラ。オクラは1本おいくらなんですか。安い。これ普通のオクラなんですか。これって何ですか。あ、そうなんだ。出る前ですか。これおいくらなんですか。3本1000円。なるほど。こっちはボリュームがある感じですね。あ、こぼれる。あ、まあ多少やっぱ飛んでしまうと。あ、固定させるためです。このベージュっぽいこれはどういうものなんですか。いっぱいあるとなんか様になる感じですね。これはおいくらになりますか。1000円とか。これはもう枝なんですか。これっすね、ベージュ。めちゃ飛ぶんすか、はい、あ、こんな感じで槍みたいになってるんですね。結構飛びますっていうのはなくなりそう、あんまりやると。じゃあさっきの方が飛ばないんですか。値段がやっぱ違うんですか。これは安いんですか。あ、そういうことですか。わ、これはバンクシャリ。大きめですね。これがじゃあ一つでいくらとか。そう、これが3000円とかです。3000円ぐらい、はい、これいいかもしれないですね。うわ、でかい。じゃこれと、はい、でかい。じゃその2つ。見たことないですよ。これおいくらでしょう。500円。1本。お、あ、あんな風になってるんですか。そうです。あ、面白い。すごい。3000円です。なだら3000円。これ全部で。あ、これ全部で。安っ。これなんだ。ブレブリー。へえ。これちょっと、あ、へえ。3本500円。ボールみたいなのも作れるわけですよね。例えばこれのちっちゃめとか。とかもできますよ。このちっちゃめとかもできます。壁掛けっぽくもできるのか。これでいくらぐらいなんですか。3万ぐらい。あ、これぐらいとか。2万円ぐらい。あ、なるほど。あ、ここら辺にもあったんですね。パンパスのちっちゃめボールっていくらぐらいなんですか。あ、その辺にある。1万5000円ぐらい。はい、これが2万円。これなんですか。これシルバーブリニアっていう、はい、実のような感じ。3本500円。これじゃあこれいっちゃいます。はい、赤べも結構安いですよね。8000円とかね。あとこっちはユーフォルビアだ。2000円ぐらいで売ってます。アガベキュービックは僕も自宅で育てているものと一緒です。サンセベリア、アガベ、あとはこちらはブロメリアとか開墾植物とかアデニウムとかそのあたりのものがあります。
結構大きいものもありますね。こちらハオルチアですね。こんなものもあります。あ、こちらビカクシダですね。コウモリランという風に書いてあります。あとは小さいサボテンとかね。外で育てる植物は外にあるんですよね。ここは S ボタニカルでした。マリン&ウォーク。はい、というわけでね、ご覧いただいたと思うんですが、めちゃくちゃ安かったですよね。で、それでですね、観葉植物の方も結構安いんですけど、特にねドライの方はこんなに種類があってこんなに安いところってめったにないと思いますので、いろいろ購入してしまいました。なので、結構ね購入した中でもおすすめのものをご紹介したいと思います。まずはですね、こちらなんですけど、これですね。はい、こちらは先ほど出てきましたけど、シルバーブルニアですよね。これ3本で500円なんでめっちゃ安いんですよ。例えばこんな感じで、1本だとねこんな感じの大きさになってね、ちょっと小ぶりなんですけど、これが3本で500円なので、僕はね確かね15本くらい買ってしまったんですけど、普通のドライね、ちょっといいやつ買ったら1500円くらいしますから、こんだけボリュームがあってなかなかないんじゃないかなって思いますよね。でこうやって見るとね、素材感というか、まあ本当の植物なんで素材感はあるんですけど、すごくディテール感が出てくるんじゃないかなっていうのがね、わかると思います。インテリアに置いたらね、かなり、雰囲気が出るっていうところで、すごくおすすめなんですよね。で、あと隣にあるのがこちらなんですけど、こちらもですね購入したもので、これですね、先ほどもちょっと出てきましたが、バンクシアの葉っぱですね。これは1本200円でした。めちゃめちゃ安いんですよね。でこれね、葉っぱなので、あの花はねついていないんですけど、それが逆にいいなっていう風に思って、でこれ花がないとこうね、色味でいうとこうくすんだようなグリーンになっていて、すごくねインテリアに馴染みやすいっていうのがね、あると思いました。こんな感じで丸っこい葉っぱになっているっていうところもね、結構可愛い感じでいいと思いました。でこれをね、まとめて、こうやってね、ちょっと大きめのこのようなフラワーベースに、飾るとボリュームも出ますし、バランスもね、これ一つだけでいいバランスになるかと思います。殺風景な空間にねこれを一つ置いてあげるだけで、だいぶ複雑性が増して雰囲気が、変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、続いてはですね、他にも見ていただきたいと思うんですが、ちょっと大きめのものになります。ちょっとね先ほどから左側に見えてると思うんですが、こちらですね、パンパスグラスになります。はい、これが、購入したもので、こんなにね大きいパンパスグラスって高いんですよね。これで、ね、2000円とか2500円とかすると思うんですけど、こちらね800円で購入できました。1本800円ですね。すごい安いと思います。で、あと隣にあるこのヤシみたいなやつですね、こちらはうちわのようなね大きい感じになっていて、見ていただくとこんな感じになっています。これもね結構珍しいとは思うんですけど、なかなかね、こうやって大ぶりなもの売ってないんですが、まあ、こちらで、1本2000円だったかなで購入することができます。一応ねこうやって、何本か、購入したんですけど、3本ぐらい購入したんですけど、まあ、こんな感じでね、使い方は結構ねいろいろできると思います。ちょっと重心が、重いような縦長のフラワーベースを使っていただくと、バランスがね取れるんじゃないかなと思います。軽いとねこれ倒れちゃうので、しっかり重みがあるものを選んでください。で続いてはこのパンパス、はい、こちらねグレーのパンパスになりますけど、こちらは3本で1000円でした。だからこれで、9本ぐらいあるのかな。はい、続いてはね、こちらなんですけど、大きめのバンクシアですね。こんな風にですね、かなりこの本体のね、こんな大きいのが花がついていたりとかですね、この枝もね太いんですよね。しっかりしたね枝になってて、こんなねこのバットみたいな大きさです。これでですね2000円ぐらいで買えますので、もうめちゃくちゃ安いですよね。もうはっきり言ってここより安いところはないんじゃないかっていうぐらいね安いと思います。これもねなんかうまく使いたいなとは思ってます。かなりねしっかりした大きいものだと思います。
はい、で、Sボタニカルさんなんですが、こうやってねドライもかなりいいんですが、観葉植物もね実はめちゃめちゃ安くて、であのタイミングでちょっとねこの購入したものもあります。これをちょっと見てもらいましょう。モンステラになります。このね超でかい、モンステラですね。この葉っぱの長さ、こっからここまでで50センチ以上あるようなものになっていて、しかもですねこう見ていただくと2本生えてるんですよね。1個の鉢でね2本生えてるようなものになってます。状態も悪くないですし、これね新しいね葉っぱがもう生えてきてて、こんな感じですごく大きいです。これもね40センチオーバーの葉っぱがもう生えてきています。しかもこれねめちゃくちゃ大きいじゃないですか。この大きさで1万5000円で販売されてました。購入できました。これもね多分ね3、4万ぐらいはすると思うんですよね。なところをねかなり安く販売されているっていうのもありました。というわけでですね、今回ご紹介した S ボタニカルさんですね、横浜のマリン&ウォークっていうね、結構いろんな洋服屋さんとか雑貨屋さんとかねレストランとかが集まっている、結構こうまあデートスポットみたいなところではあるんですけど、一角でね植物のお店があるっていうようなイメージです。ドライが欲しいなと思ったらねまず行ってみるのをねおすすめしたいと思います。はい、というわけでねインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。